フランク・ステファンソン、フランク・ステファンソン、フランク・スティー・ヴィンソン、1959年隊は、モロッコ出身のアメリカ人、カーデザイナー。ミニ、フィアット、アルファ・ロメオ、フェラーリ、マクラーレンのデザインで知られる。2008年、応答ブログに、現在最も影響力のある、カーデザイナーと評された。1959年10月3日、アメリカ市民権を持つ。 ノルウェー人の父とスペイン人の母の間に生まれた。父親の仕事の関係で数カ国を転居するが、スペインのマラガに住んでいた時、父親は短期間であるが、自動車販売店を経営している。1970年から1977年まで、トルコのイスタンブルに住んだ後、スペインマドリードで高校時代を過ごし、高校卒業後の6年間をもっぱらモトクロス、競技選手として過ごした。 子供の頃よりバイクに興味を持っており、自動車への関心はカーデザインに及び1983年から1986年までカルフォルニア州パサデナアートセンターカレッジオブデザインで学ぶこととなる。幼少期の転居の結果、英語、米語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語を話すことができる。2010年よりディブレッツ・ピープル・オブ・トゥデーに情報が掲載されている。 デザイナーとしての経歴は、ヨーロッパの最も有名な自動車、会社数社にわたる。その経歴は、ドイツケルにあるフォードのデザインスタジオでの、フォードエスコート RS コスワースの特徴的な2弾、リアスポイラーといくつかのデザインに始まる。その後、11年間所属し最終的に、筆頭デザイナーの地位に収まる BMW へと移籍する。そこで2001年、ニューミニとして、 賞を受けることになるミニハッチバック一般的にミニミニクーパーミニワンとして知られる車の一新したデザインを手掛ける新生ミニは新世代ミニブランドを体現するモデルとして北米カーオブザイヤー2003を受賞する BMW に所属する間に BMWX5 のデザインも行っている2002年7月フィアットに移籍すると フェラーリ・マセラッティのコンセプトデザインと開発の責任者に任命された。フェラーリとの仕事は、マセラティ MC12 と、フェラーリ回430のデザインが含まれる。また、ピリン・ファリーナで、マセラティ・クアトロポルテ、フェラーリ612スカリエッティのデザインを、期した。フェラーリでの成功は、2005年2月22日、イタリア・トリノにあるフィアット、ランチア、 商用車等を手掛けるスタイリングセンターカンパニー庁に指名されることとなる。区教化にあるフィアットブランドの再構築を託され、フォワットプント、フィアットブラーボ、ブラーバのスタイリングを指揮し、ロベルト・ジョリートがデザインし2004年に発表されたコセプトカー、トレピューノー、市販車、フィアット500に向けたデザインの手直しを行った。2007年7月、ドナーとここがフィアットで、 元の地位を回復すると、ボルフガングエッカーの後任として、アルファロメオスタイリングチーフに就任した。2008年4月に、フィアットを離れ、マクラーレンオートモーティブのデザイン責任者に、就任、新しいデザイン言語で、P1 と新たな車の監督をすることとなる。2017年5月、マクラーレンオートモーティブを離れる。 一時は BMW に復帰しミニの新デザインを担当すると言われたが BMW はオリバー・ヘールマーを主任デザイナーとしたフランク・ステファソン自身のリンクティンプロフィールによると個人デザイン事務所フランク・スティービンソンデザインスタジオの名前が見られる2018年ドイツのスタートアップ企業リリアム・ワビエーションはフランク・ステファソンが 製品デザインのトップに就任したと発表をしている。インスピレーションを受けるとその場所がどんなところであろうと、常にスケッチしているとステファソンは言う。彼は退屈することなんてないと付け加わる。そして何でもない道を歩いている時でさえ、歩道を歩いていても様々なタイル、標識のイラスト、常に自分だけではなく、みんなを奮起させる何かによって、インスピレーションを受ける言う。 マクラーレンにある彼のオフィスはおもちゃで一杯だ。このことについて多くのデザイナーの活力になっている。取材をすれば彼らがおもちゃに囲まれていると気づくはずだ、言っている。また、バイオミメディクスという言葉を使い、デザインの参考に動物の世界にも目を向けているという。生物学と進化に対する心からの情熱があり、製品の自然な本質を見つけ、 それ、自然な本質がなるように任せるように努めているという。ステファソンのデザインの過程は、スケッチに始まり、コンピュータグラフィックス、クレーモデル、最終的にテストモデルに至る。クレーモデルを使用することは、変化を感じることができ、表面がすっかり出来上がったか、もう少し手を入れることが必要かを感じることができるという。見るのではなく、感じるのだ、感じることによって、 そのデザインが正しいのか、正しくないのか感じ取ることができるといい、車を目で見ることなくデザインできるという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。